は先日のライブ配信でやったシェラトンホテル松本シェフ考案のブランマンジェを作っていきます。まずはブランマンジェ用のアーモンドスライスです。生のもの、このままだと香りがあまり出ませんので一度ローストしていきます。天板に薄く全体に広げて、余熱なしの170度のオーブンでだいたい10分から12分軽く色がつくまでローストしてください。これぐらいの色がつけば OK です。次にブラマンジェ用の牛乳ですね、鍋に入れて沸騰させていきます。今日はここに砂糖などを入れませんので、そのまま放置しておくと底が焦げてしまいます。なのでゆっくりとゴムベラで鍋底を混ぜながら焦げないように温めていきます。今日は生クリームを使わないで牛乳だけで作っていきますので、かなりプルンとしたみずみずしい食感のブラマンジェになります。牛乳が沸騰したら火を止めて、そこにローストしたアーモンドを加えていきます。アーモンド全体をしっかり水分の中に沈めて蓋をして香りを移していきます。この間に違う作業をしますのでこのまま置いといてください。次にゼラチンをふやかしていきます。今日は皆さんが使いやすい粉ゼラチンを使っていきます。ブラマンジェ用とコンポートのジュレですね、両方ともふやかしておいてください。粉ゼラチンを使うと少しゼリー液が白く白濁します。そして強度も少し硬いかなという印象ですね。板ゼラチンを使うと透明度の高いゼリーになります。板ゼラチンを使う場合は同じ分量でたっぷりの氷水でふやかすようにしてください。どちらのゼラチンかわからなくならないようにメモしておくといいです。次にパイナップルのコンポートを作っていきます。市販のカットパイン、ちょっと一口大で大きいので、さらに4分の1ぐらいにカットしています。これはお好みの大きさにカットしていただいて大丈夫です。今回は甘さがしっかりある台湾パイナップルを使っています。 250g だと少し多めなので少し余りますが、そのままコンポートとして召し上がっていただくのもいいと思います。次に小鍋に水とグラニュー糖、そして今日はパイナップルと相性のいいカルダモンのホールを入れていきます。あとはごく少量のバニラですね。入れすぎると黒い粒がいっぱいになってしまいますので、ほんのちょっとで大丈夫です。カルダモンのホールは割った方が香りが出ると言ってましたが、そのままでも十分香りは出ます。それを火にかけて沸騰させていくんですが、このまま放置すると下に砂糖が残ってしまいますので、砂糖が溶けるまでよく混ぜて溶かしていきます。シロップが沸騰してきたところで先ほどカットしたパイナップルを加えていきます。そして少し火を弱めて、まずは沸騰させていきます。ここでの注意点は、あまり長くパイナップルを煮すぎないっていうことです。長く煮すぎると柔らかくなりすぎてしまうのと、パイナップルの水分が抜けすぎてしまうんですね。スカスカなパインになってしまいます。アクが出てきた場合は、アクを取って、ふつふつした状態でだいたい 1、2分経って、パイナップルが少し透き通ってきたら OK です。そしてそのシロップを 300g 取り分けます。もうほぼ全量になります。足りない場合は水を少し足してください。合計で 300g になるように調整します。パイナップルはボウルに開けておきます。そして粗熱が取れたらラップをして冷蔵庫で冷やしてください。
コンポートのジュレは先ほど取り分けたシロップ、まだ熱いのでそこにふやかしたゼラチンをそのまま入れてもすぐに溶けます。シロップがもし冷めてしまったという場合は、少しレンジなどで液体を温めてゼラチンをしっかり溶かしてください。これも粗熱が取れたらラップをして冷蔵庫です。ここでブラマンジェに戻ります。このパイナップルの工程を終えてブラマンジェに戻ると、しっかりと牛乳にアーモンドの香りが移ってます。ザルなどでアーモンドだけ取り分けて、アーモンドが吸ってる水分もしっかりと絞っていきます。そしてそこにグラニュー糖を加えます。この時この水分の温度が50度ぐらいであればすぐにゼラチンを入れても溶けるんですが、これが冷めてしまっている場合はラップをして、だいたい600ワットで1分半程度温めて温度を上げていきます。今日は撮影しながらなので少し温度が下がってましたので電子レンジかけてます。そしてそこにふやかしたブラマンジェ用のゼラチンを入れて溶かしていきます。ゼラチンがしっかり溶けたところで、このブラマンジェは氷水に当てて温度を下げていきます。そもそもこのブラマンジェはゼラチンの量が少ないので、素早く固めるために氷水に当ててとろみがつくまで15度程度まで冷やしていきます。そしてグラスに流していきます。今日は 260ml 入る少し大きめのグラスを使ってます。だいたい1個につき 100g ぐらい流れるんですが、小さいグラスを使うともう少し個数ができると思います。そして冷蔵庫でしっかり固まるまで3時間以上冷やしていきます。冷やしている間に先ほど使ったこのアーモンド捨てるのもったいないですよね。なので一度しっかりと水で洗って牛乳を落として、ペーパーなどで水分を拭き取っていきます。水気をしっかり取ったら天板の上に広げて、オーブンで水分を飛ばしていきます。あまり色がつかないように150度でだいたい20分25分ぐらい乾燥させてください。そうするとこのようにしっかりと乾いていきます。フロランタンラスクという動画を過去に出しています。簡単ですぐできるおやつですので、ぜひ再生してみてください。ゼリーがしっかり固まったら仕上げをしていきます。コンポートの方はゼラチン強度が高いのでしっかりプリンとしてますね。スプーンでクラッシュしていきます。あまり細かくしすぎないっていうのもポイントですね。そこにコンポートのシロップ、よく冷やしたものです。スプーン1杯程度加えて緩めていきます。コンポートのジュレ用で全て使ってしまった場合も、時間が経つとまた水分が少し出てきますので、それを加えるようにしてください。そしてパイナップルのコンポートも加えていきます。ここで加える量はお好みです。そして今日はマンゴーも加えていきますが、他のキュウリやブドウなど、あともうこれからだったら桃とかですね、お好みのフルーツを加えてください。そして全体を軽く混ぜ合わせて器に盛っていきます。松本シェフはこのゼリーの中にライムのゼスト、表皮を少し削って加えていましたが、かなり爽やかな香りになります。
スーパーなどで売ってる場合もありますので、もしご用意できる方はライムのゼストを少し振ってこのゼリーと混ぜ合わせるとかなりおしゃれなプロの仕上がりになります。はい、これでパイナップルのブラマンジェの完成です。ミントなどを飾ると差し色になってとても綺麗になります。スプーンですくうとプルプルの食感です。冷たく冷やしてぜひこの夏に作ってみてください。